いどうも、マシコ、マシコです。赤星マシマシ TV。今回は、でかい病院からお送りします。東京の、どっかにあります。10月15日、胆石による猛烈な痛みで都内の病院に緊急搬送され、点滴のみで5日間過ごしました。寝てばかりいるので顔がむくんでますね。10月20日、5日半の絶食を乗り越えてようやく流動食の許可と撮影の許可が下りたので、打ち上げるようです。着弾！お昼の流動食、野菜抜き、ニンニク抜き、油抜き、薄め。塩がついてますね。どれに入れるんでしょうか。流動食は飲み物ですね。普通に飲み物だけで3種類あります。重湯 200g です。あと、本名は赤星ではなく、清須幸太郎です。いただきます。具なしスープ。ガチで具は何も入ってません。お出汁のいい香りがします。しょっぱレベル。0.9。お魚系の出汁が効いた味噌汁とは違うスープ。5日ぶりに味のついたものを飲んだのもあるが、深く染み込んでゆく和風豪華スープに思えた。重湯。お粥っぽいけど固形の粒はなく、水分とでんぷんを主成分とした食べ物。とろとろとしていて食べやすく、ほのかにご飯の味があるのがうまい。塩 0.5g。しょっぱさを強調するためにあえて初めから入れず、半分くらいになってから投入がおすすめ。しばらく味蕾を休ませていたので少量の塩でも破滅的な塩気を感じられた模様。桃ジュース。最初、粘度の高い野菜スープか何かだと思いながら飲んだので激甘でびっくり。富士屋のネクターをややすっきりさせた感じで濃厚。キバジくらいの濃縮さがあった。ジョアマスカット。ストローがあんまり得意でないので、こういうのは蓋剥がして飲みがち。ヨーグルトジュースだが、とってもすっきり。1日分の鉄と葉酸が取れる。葉酸って何ですか。あと飲んでる間に剛力彩芽さんを思い出しがち。黒目の茶。おいしんぼ大吾は、そばつゆの深みで、大木屋という老舗そば屋がつゆを24時間寝かすときに使う壺にそっくり。残念ながらそばつゆではなく、ほうじ茶でした。ごちそうさまでした。おしまい。Thank you.